赤ちゃんじゃん、パパ。待って待って、ビビーシン、茶色もあるよ。こっちでビビーシン。おー、ちょっと待って。なにこれ。やだ、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 パパ一人で戦ってるわ。ママ、下手。それせいちゃんバージョンですよ。せいです。ちっちゃ。今日はなんか久しぶりなものが前にありますよ。パンケーキアートします。久しぶりね。約1年ぶりなのかな、多分。パンケーキアートクイズをやりたいと思います。え、クイズ。視聴者の皆さんにクイズを出します。カホセイがパンケーキアートで答えを書きます。合ってるかどうか確認してくださいね。今回も男子対女子でやっていきます。コメント欄に女子が上手だったか男子が上手だったかコメントしてくださいね。男性。そして今日は秘密兵器を持ってきました。何ですか。こちらです。針になっている入れ物ですね。細かいところできるし。そう、細かく書きたい人はこの容器を使って書いてください。きっとね、細いからね、もっと上手くなっちゃうんじゃないかな。じゃあまず1問目です。1問目。かほちゃんとせいちゃんの今のマイブームは何ですか。コメント欄に今答え書いてください。時間が余ってる人はチャンネル登録もお願いしますね。1、0。はい、締め切り締め切り。ママたちはこの容器を使っていきます。僕もそれ使う。真似すんの。なんてね。とりあえず黒を細かいところがあるから、カホ入れ、私カホ入れて。青の細かいね。入れてもらおうかな。よし、じゃあパパとセイからいくのかな。はい、肌色。肌色？人ってこと？わからないよ。オッケー。豪華に行かないで。行きまーす。豪華に行かないでね。多分鼻だと思うね。いや、細い方が良かったんじゃない？ラーキーボーイ。何これ？これ顔？火がついてない。人の方がいい、やっぱ。人がやった方がいい。玉ねぎだ、玉ねぎ。シェイが最近余ってるものが玉ねぎか。シェイがやるよ。大丈夫大丈夫。いやいやいや、パパ無理、パパ無理。パパ男子チームの約束。もめもめです。なんだ。ブラック。わかんない。ブラックでいいのかな。赤ちゃんじゃん、パパ。待って待って、ビビーシン、茶色もあるよ。こっちでビビーシン。見たことある。何これ。豪快すぎる。これさ、全然見えない。答え言った。ピーピー言ったらダメだよ。せ、何これ。油断しちゃった。全然うまくないわ。もっと勝手に言ってたよ。反省。あー、垂れた垂れた。あー、垂れた。絶対細い方使った方が良かったよ。いや、ここから性能出ます。さあ、皆さん答え分かってきましたか。もうちょっと分かってきたかな、これ。え、全然目が見えない。ピー、答え言ったらダメです。ちょっと待って、パパ顔が長すぎじゃないか。顔長いんだよ。ああ、多分もう負けちゃおう。あっちで、なんか商談事が行われてきてる。パパ一人で頑張ってますよ。わー、垂れた。それやばいよ。ほくろだ、ほくろ。おーおー。ちょっと待って。なにこれ。ちょっと待って。これはやばいね。修正できんのこれ。ちょっと、だから適当なさ。やだ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 。ほんと一人で戦ってるわ。ゆきり。もうこれ分かったんじゃないかな。分かった。
からそうなっちゃうんだよ。ノノノノ、あ、まだまだまだやめて。揉めて、何揉めなのこれは。パンチ大会始まっちゃったし。ちょっと長細すぎやしないか。いやでもこれね、結構力作。何？ケバの携帯を持ってた。おい、かわせ。パパ、携帯ないとかけないですからね。かけない、かけない。ダメ。ダメ。かわせ。ノー。いや。あはは、取り戻したぞ。わあ、あけ。死ぬ。取り戻した。息が上がってますが、大丈夫ですか？これロボットみたい。しゃ。塗るのはさ、もう基本性。オッケー。ね、カホやってもいい？じゃあ、ブラックでどこやる？あそこの人。マスター。マスター。マスター。なぜか知んないけど、カホちゃんがお手伝いしてる。もうチーム分けとかいいのかな？オッケー。おーら、すごい。大丈夫か？はみ出さないか、せ。大丈夫だよ。すごい、すげえ豪快な流し込み方だわ。おお、細いやつ出てきましたよ。どう？描きやすいよ。難しいか。難しいか。よし、じゃあ顔描いていきます。はい。豪快いくぜ。豪快。ウェーイ。イエーイ。おいや。じゃあママたち行きますよ。カホちゃんのあれね、あれですよ。見て、やっぱ細いやついいよ。ほら、やばくない？ あれね。あ、でもなんか難しい。なんか詰まったかも。詰まった。でも一回最初から。うん、いいんだよ。久しぶりすぎて。もうやり直しはきませんよ。ロー、ワイルームなんですよ。だって自分だってあれじゃん。ティッシュで拭くのはいいですけど。じゃあティッシュで拭く。ほら、ティッシュ、ティッシュで。こうしよう。ニードル詰まるわ。久しぶりすぎてどうやって書いたらいいかわかんない。字を書いてからやるって作戦出てんだ。いや、思った感じになんないわ。イエーイ、これは勝ちが見えてきた。よし、もう頑張るね。よし、完成。はい、いいよ。あー、はみ出た。はみ出ちゃった。どう？いいよいいよ、上手上手上手。いやー、うわー、いやー、やりたい放題になってきた。いやー大丈夫かこれ。よし。カホもセイも成長してる。なんかもうママたちがやるんじゃなくて自分でやりたいって感じだね。そうだね。もうすっかり対決じゃなくなって。そうだね。うん、違うよ。まだ対決だよ。え、そうだ。ママカホ生態パパです。何？はい、できた。はい、今手が空いてる人、ルイージーキャッチするの手伝ってくれる？はい、はい、了解。ルイージーって答え言っちゃったよ。あ、まだだ。まだだよ。おちょちょちょ。あ、でもさ、大丈夫だ、大丈夫だ。あー、言われてるにもおっしゃる通り。まあでもこれはどう見てもルイージーにしか見えない。一方、こちらはホットケーキを作ってるってことですか？違う。そうそうそう。はい、かおちゃんのまずピーちゃんから。せーの。かわいい。なんかグッジョーブ、グッジョーブ。なんかグーフ、なんかグーフ。わほ、かわいい、かわいい。プチン。おお、ちょっとなんかピンクがついちゃった今。じゃあ次、カホ、青のパピーを作ります。じゃあ、せーの、これはもうちょっとだな。そろそろ、じゃあそっちひっくり返そうかな。たらー、ひまぽーら、マーク、カホ、せーの。あ、や、あ、破れる、破れる。もう手でひっくり返しますよ。昔すぎる。そうだね、顔が長すぎる。で、おい、やっぱりカホ上手な、見てせ。マークが反対。
本当だ。背筋切るよ。なんかこんがりしてるけど。今日何かのキャラクターたちです。ノブさん喋りながらやってくださいよ。お願いしますよ。難しいんだよ、久しぶりすぎて。オッケー。ドンキの真似してんの。はい、そういうことだ。冷静に行こう。ママ下手。昔はあんなにうまかったのにな。ママ下手。いやね、もともと結構パパの方が上手い。やだ、この形。ほら、ママ嫌がってる。つらい。どう？僕のスーパーパワー。よし、オッケー。さあ、こっち見て。上、カメラ向いて。いや、集中してますから。なんか今日はね、ママよりカホの方が上手かも。ゴーゴーカホゴーゴー。 A が難しすぎて。実はね、ルイジの方が難しかったけど、さっと書き切ったパパの実力がある。でも、A、ゴー違う。何が違うんですか？エルナさん。だってエルナさんのポイント。カホちゃん、この子いける。せーの、ね、かわいい。あ、せーちゃん、ピーちゃんがいけるよ。ピーちゃんが、ピーちゃん、うわー、かわいい。あー、かわいい。何？目玉が青だったんだけど、やっぱもっと濃い青が良かったな。おい、かほちゃんから答え合わせいきますよ。これはどう見てもすみっこ暮らし。そう、かほちゃん最近すみっこ暮らしにハマってますよ。なんかマリオが来たんだけど。これがエビフライの尻尾、うん、山、ホコリ、ヒロクマ、トカゲ。これがペンギンになりたいカッパ。ペンギンクエスチョンマークなんだよね。そう。で、これがタピオカ。で、これはもう一個のタピオカ。そうだね、上手にできましたよ。じゃあ、正解した人にコメントを。そこ、私のこと知ってるね。せーちゃんの第1問目の答えは、もうこれも見たら分かっちゃうね。何ですか、これ。スーパースマッシュブラザーズ。うわー、スーパースマッシュブラザーズにハマってます。サンタさんにもらったやつね。で、そのキャラクターたちの中でもせーのお気に入りがこちらのルイージであります。クイズ答え当たった人に一言。みんなもスマブラ持ってる？オッケー、ありがとうございます。じゃんじゃん、第2問です。はい、かほちゃんのぬいぐるみポン、せーちゃんのぬいぐるみポン。この中で一番のお気に入りのぬいぐるみを書きますよ。はい、はい。あれ、せいがどっかいなくなった。あ、持ってきてる、持ってきてる。ダメダメダメ、隠して隠して。めっちゃ見えてる。どの人形かコメント欄で書いてください。ちょっとパパ、輪郭はパパが描こうかな。ねえ、ねえ。セイの顔がウケる。I'm not a baby, OK? 赤ちゃんじゃないそうです。じゃあ何ですか？ビッグボーイ。ビッグボーイ。ビッグボーイ、いくぞ。おぉ、え？え？どこから描いてんの？これは皆さん難しいですよ。これ当てられたらすごい。え？え？どこどこ？どうだろうこれ。はい、ボス。ボススナックです。この上下関係。王星が言った。He has a big fat body. Okay. 日本語でお願いします。大きなお腹が。タプタプです。あ、大丈夫なんか？あのヘルプなしで。必要だったら言ってくれよ。いや、頑張ってるよ、それ。あと、よし、じゃあ、かおちゃんも始めますよ。ねえ、なんか間違えちゃう。ママがじゃあ、なんか埋めていくから、ここどんどんやっていいよ。あ、固まっちゃった、乾燥してる、めっちゃ。あ、ごめん、かほ。大丈夫だって、かほも食べてた。もう一回やります。もう一回やります。久しぶりすぎて、なんかあんな勢いよく書いてたのが懐かしいね。なんかどうやって書いてたかもう忘れちゃった。ちょっとお願いしますよ。ほら、見てよ、この勢い。
この勢いが必要だよね。ほら、こうやって豪快に来て、豪快に飲んだ。これね、めっちゃ綺麗だったら、やばいよね。やばい。なんだろう、目玉のお願いします。まあ、あれなんだよ、パパも…ちょっと答え言ってんじゃん。おって、わかったぜ。おいおい、手を舐めてたら負けるぜ。ノリノリなヒップホッパーみたいになる。えよ、僕に舐めてたら負けるぜ。ジバナみたい。ジバナ。牛これ。牛。牛猫。なんでしょうこれね。牛猫。これは難しいわ。じゃあなんだ。鬼かな。違う。鬼じゃない。カッパかな。違う。パパ。失礼ね。じゃあチーム喋りながらやってくださいよ。線を見習ってくださいよ。いいのまでしょ。イエイイエイ。プチ言ってるよ。おお、そろそろもしかしていける？おケツ壊さないで。おケツって尻尾のこと？あ、やあ。おお。ピカソみたい。芸術的。芸術的だね。すごい寄せ。よいしょ。あ、ちぎれちゃう。ちょっとね、羽が細すぎて。せーの。あ、ギリセーフ。でもわかる。かわいいカホ。2問目のクイズの答えは、この子が最近のカホちゃんのお気に入りです。うん、似てるね。上手にできたね。せいちゃんの2問目のクイズの答えはこの子です。皆さん、この子何かわかりますか？ちなみにこれパパが作ったやつを、せーの、じゃん。皆さん当たりましたか？おーおー、うまい。オッケー、ひっくり返します。ほい。うわー、最後3問目いきます。はい、明日モールに行きます。行きたいお店を書いてください。さあ、皆さんわかるかな？じゃあ書いていきましょうか。はい、ガシガシ書いて。はい、お、なんかこっち形が花の形か。なんか葉っぱ。あ、これはわかりやすいですね。はい、いいんじゃない？いいスマイル。あ、じゃあ男子に書いて。ペット、ペット、よっしゃー。動画に、でも線も難しいじゃん。別にいい。よしじゃ、うん、難しい。じゃあママが何だけ書いてあげようか。よし。何、自分で書くの？まあ一だな。なんか雲を浮かんだみたいな。チュッとした感じじゃない。やっぱもう一回。ウォーターが変。ねえ。ひどい。違う。まあ、パパのだってなんかもっさりしてるじゃん。嫉妬感はないよ。うん、嫉妬してる。すごい、性の用語がすごいわ。本当はすごい嫉妬してるね。いや、まあ、緊張みたい。全然嫉妬してない。嫉妬してるよ。まあ、なんかここになって男子がチームワークを見せてるんだけど、カホはなぜかね、行きたいお店じゃないものを書き上げてる。カービィ。カービィだって。カービィかわいい。口描いた？ん？ん？口。白を完全に使ってると、なんで？スタバが。ねー、カッ、うん、せーの。んー、どうですかね。だ恐竜の足って言われた。うん、確かに。これはパパが行きたいお店ですよ。これつらい。じゃあちょっと出来上がりは後で見てみましょう。頑張れパパ。さあ、シュッとしてるかな。シュッ、最初そこ大きい。
あーユーモユーモーあはでもせ、見えるよカービーおー口がない口がなかった、惜しかったね、でも可愛いおー分かったいいね。せ、答え合わせしますよ、まずかわちゃんから、せーのアディダス、アディダス、アディダスに見えますか。そしてせーちゃんが行きたいところはナイキ、どうですか、シュッとしてますか。うん、ママが作って破っちゃった、ごめんね。最後パパが行きたいところはせーのスターバックス、見える、上手。もうママもう関係キャート書くのやめようかな自信をなくしてんじゃん。ママのアディダスが下手すぎたので、カホちゃんが今アディダスマーク作ってますよ。さあ、ママとカホどっちが上手でしょうか。まあ、ごくったね。ゴー、ママと仲間だね。はい、というわけで今日久しぶりにパンケーキアートやってみましたよ。はい、クイズの答えが一つでも当たった人は、はい、お父さんをしてね。はい、カホセイチャンネル頑張っていくので、通知ボタンをぜひ押してください。はい、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあみんなにお別れしますよ、せーの。